ここはセルビア本国に近い町ミトロビッツァ。コソボ平和維持軍が町を警戒しています。橋を挟んでアルバニア系住民とセルビア人が居住地区をめぐって対立しています。セルビア人は橋の向こう側に自分たちだけの居住区を作りたいのです。しかし彼らが占拠したところにもアルバニア人の家があるのです。セルビア人の集団が車を囲みました。車の中にアルバニア人の集団が車を囲みました。車の中にアルバニア人が乗っているのです。結局通れませんでした。追い返されるアルバニア人の若者、緊張は続きます。国旗を掲げるセルビア人、アルバニア人が橋を渡ってきます。睨み合いにしびれを切らしたアルバニア人が自分たちの居住権をアピールするためにデモ行進を始めたのです。